予定の F-35B ステルス戦闘機がニュータバル基地に配備されると、政府が公式発表、運用開始は2024年を目指す。では今回は F-35B 戦闘機の配備計画を詳しく見ていきますね。総理も政府も台湾有事にも備えているとの話でした。尖閣も日本がまずは防衛するとの話も、より日米強固になってきました。2021年4月、航空自衛隊に導入予定の最新鋭のステルス戦闘機 F-35B 飛行隊を宮崎県にある航空自衛隊ニュータバル基地に配備すると日本政府が発表した。今後、地元との協議などが順調に進めば2024年度から運用を開始される予定とされていて、自衛隊が導入する F-35B は飛行甲板耐熱改修などを終えた後の護衛艦出雲、加賀の艦上での運用も視野に入れられていて、いよいよ日本が空母を保有することになる。近年の強引なまでの海洋進出を図る中国に対しての抑止力として、尖閣諸島をはじめ、南西諸島の離島防衛の強化につながることへ期待を寄せる声が上がっている。ニュータバル基地が選ばれた理由として、第一には、すでに F-35B を運用しているアメリカ海兵隊との共同訓練を実施するのに際して、海兵隊岩国基地と距離が近いということがある。また、有事に南西諸島などにおいて距離の短い民間空港滑走路を利用できる F-35B の特性を生かすための離着陸訓練に使える飛行場として、建設予定の鹿児島県の馬毛島にも近い。そして、現在、空母化に向けて改修が進められているヘリコプタ護衛艦、加賀、艦上での運用訓練を行うに際しても、加賀が母港とする。ごと近いなどの利点もある。その加賀は、2021年度から14ヶ月程度の日数と203億円をかけて、飛行甲板などの改修工事が開始されることになっていて、予算の内訳は、艦首部分の飛行甲板を台形から四角に形状変更する費用として122億円。飛行甲板耐熱処理及びアンテナなどの装備品を移設するのに24億円。改装完了後に、米海兵隊の F-35B を用いた検証試験などに29億円とされている。また、出雲については、2021年2月に改修工事が、ジャパン・マリン・ユナイテッド・ JMU 磯子を出港して、海上での試験航行を実施した後、再び JMU に戻って、改修工事が再開されている様子を撮った動画が YouTube に上げられている。今回の改修は、予算規模から飛行甲板の耐熱化などは実施されないと見られていたが、試験出航時の外観を見る限りでは、飛行甲板に手を加えられた様子は見られない。やはり、次回の改修まで空母化はなされず、加賀の方が先に空母として登場するだろうと思われたのであるが、JMU の出雲甲板上に作業員小屋や物資が載せられており、もしかすると飛行下部と耐熱化を前倒しするのではないかと推測する声が聞かれる。
今回 F-35B の配備が決まった航空自衛隊ニュータバル基地は元帝国陸軍航空部隊の飛行場で、現在は第5航空団第305飛行隊が配備されている。またこのニュータバル基地は同じ九州にある築城基地とともに沖縄にある米海兵隊普天間基地の有事展開拠点機能の移設先に指定されていて、 F-35B を現在運用中の海兵隊とのつながりがある。ニュータバル基地に航空自衛隊が F-35B を展開させておくことで、整備面などにおいて米海兵隊の展開をスムーズに運ぶことが可能になるであろう。一方、鹿児島県馬毛島は2019年に地権者との用地買収が合意に至り、海上航空両自衛隊の拠点としての活用が期待されていて、10時の滑走路を持つ飛行場を造成した上で、海上自衛隊鹿屋基地の P-3C や航空自衛隊ニュータバル基地の F-15J を展開させ、離着陸訓練などに使用される予定である。また以前よりこの島を米海軍の空母艦載機の陸上空母離着陸訓練 FCLP に使う話が出ていたこともあって、飛行場が完成すれば訓練場として利用を許可するものとみられている。このようにこの先航空自衛隊の F-35B の配備にあたってニュータバル基地を選ぶことには多くの理由と利点がある。ニュータバル基地にはかつてパイロットを教育するアグレッサー、仮想敵機部隊である飛行共同軍が駐屯していたが、2016年に飛行共同軍が小松基地に移住してからは305飛行隊が駐屯しているのみだった。今回の最新鋭機配備によって共同軍並みのエリートパイロットが集められることは間違いないと思われることから、新飛行隊配備に期待する声は多い。ところで F-35B についてはリズモと加賀の空母化改修が完了するまでは陸上運用のみである。航空自衛隊基地での運用であれば、すでに配備されている F-35A と同様に展開すればよいので特に問題はないが、空母に搭載するとなるとこの先解決しなければならない問題が実は山積みなのである。中でも F-35B のパイロットや整備員の所属問題は、海上航空どちらもプライドがあり厄介なものとなる可能性がある。現在空母を運用している各国海軍はそれぞれ自前の航空隊を持っていて、それぞれパイロット養成などを空軍とは別に実施しているが、自衛隊の現状では航空自衛隊の所属のまま護衛艦乗組になるのか、あるいは海上自衛隊に転籍することになるのかのどちらかと思われる。出雲と加賀が航空自衛隊に所属することはあまりに非現実的だろう。また米海軍の空母艦長は飛行士か航空士官出身者に限定されているのであるが、出雲、加賀の場合はどうするのであろうか。米海軍が艦長を航空関係出身者に限定しているのは、総監の上でも航空機への理解が必要とのことなのであろうと思われるが、防衛庁と海上自衛隊が
この件をどう考えているのか知りたいところではある。ちなみに戦国近未来の仮想戦記漫画として話題になった川口海二氏の作品空母息吹では、海上自衛隊初の空母艦長には航空自衛隊のエリートパイロットが就任していたが、さて実際にはどのようになるかは興味深い。また出雲、加賀にはそれぞれ8機の F-35B を搭載する予定とされているが、戦闘機はパイロットだけで飛べるものではない。例えば航空自衛隊基地で航空機を飛ばすために必要な地上人員は、整備関係だけでも列戦航空機整備員、日常整備、点検、検査隊航空機整備員、定期整備と緊急整備、武器弾薬員、機上整備員、無線装置など、油圧整備員、油圧系統整備、下気統制装置整備員、レーダー整備など、救命装備員、パイロット装具整備、エンジン整備員、これだけの職種が必要とされている。これらは機種によって違いがあるものの、空母上で航空機を飛ばすには必要不可欠な人材である。現状の出雲ではヘリコプター運用のための航空要員が200名乗艦しているが、わずか8機の運用としても相応の要員が必要となって、一説にはさらに200名の整備航空要員が必要であると言われているのだが、その手配や育成をどうするのであろうか。出雲と加賀の飛行甲板上から日の丸をつけた F-35B が飛び立つようになるのは2030年頃とされているが、それまでに中国海軍の増強はさらに進んでいると予想される。そしてここ最近の尖閣諸島における中国海峡局などの動きや現実味を帯びてきた台湾侵攻の可能性を考えるならば、計画を前倒しし、諸問題を早く解決して、2隻の空母化を急ぐ必要があろう。